すみませんでした。週刊金曜日の夜です。普天間問題についてお聞きします。先日ですね、鈴木宗男衆議院外務委員長、それから、上静香国民新党代表にお話を伺ったんですけれども、お二方ともですね、5月末決着というふうに、なかなか自信を持たれているということでした。で、まあ、鈴木外務委員長は、鳩山首相、さらに岡田外相とも、政権本部でやってしまったというふうにおっしゃられたんですけれども、岡田大臣自身として、この5月末決着というふうに対して、どういうような思いでいらっしゃるかというのを、政府として5月末までに決着をするという方針で、現在努力を行っているので関連するものですが、共同通信のニュースです。北沢防衛大臣ですね、参院の外国防衛委員会で、まあ、政府としての考え方で一緒だと言いつつもですね、まあ、交渉当事者の一つとしてですね、なかなか相手もあることであり、難しい、5月いっぱいというのはですね、難しいのではないかという認識を示されていました。この件についてはどのように考えますか。まあ、私は北川さんの発言を聞いてそういうふうに認識しておりません。そして、総理のご認識、その認識のもとで我々は今行動しているわけで、そこに内閣の中に違いはございません。関連する今回もですけど、まあ、何も進んでいないではないかというふうに、オバマ大統領が外務省長に言ったというふうに、まあ、読売新聞は伝えております。まあ、徳之島住民が反対、あれだけ強く反対している以上、別の候補地を外資を探さなければならないのではないでしょうか。もうすでにもう別の候補地決まっているんでしょうか。まだ政府の案が何かということも明らかにしておりませんので、具体的なことについてはお答え、できません。ただ先ほど、まあ、読売新聞の報道されましたが、我々はそういうふうに認識をしておりません。感じてますか。鶴岡さん。最後鶴岡です。今のに関連して、大統領の発言に関して、大臣の午前中の国会答弁で、私も確認した限りでございませんとしておりましたけれども、大臣の外務省の中でどういう確認をされたのかと、そうでないならば大統領はどういう発言をしたのかというのをご紹介します。まず大統領の発言については、それは言わないということは総理ご自身が述べられているところであります。それが通常の外交上のルールかというふうに思います。まあ、私が確認したのは、まあ、具体的にあまり中身を言うべきではないと思いますけれども、直接大統領の発言をフォローした人間から確認を行っていたので、関連させていただきます。水島さん。事実上でしょう。今日ですね、官邸の先の官房長官が徳之島の山頂長に普天間施設に関して連絡を取られて、官房長官と会ってほしいと要請されたそうです。で、まあ、一つの節目かと思うんですけども、こういう節目を迎えてですね、アメリカとの交渉なんですけども、大臣としては今までのようなやり方で進んでいくということになるのか、それともちょっと交渉のやり方が変わってくるのか、この辺先行きの見通しについてください。まず副官房長官がどういったことを今日行われたのかということは私は承知をしておりません。それから、まあ、我々の共通の認識に基づいて、一定の幅を持って地元と、そしてアメリカと、まあ、同時並行的に話を進めていくという基本方針は変わりません。中山さん。有機新聞の中山です。在日米関係隊の定数について1万8000人ということで、川内宏樹議員が、まあ、今回の疑問があるということで、竹下副大臣に先週要請というか申し入れをされていたと思います。で、その席で竹下副大臣が確認しますというふうに
まだ竹野副大臣からその結果について報告を受けておりません。関連してますか。会長さん。西日本新聞の斉田です。ちょっと順番が前後するかもしれませんが、先週徳之島で1万5000人の住民の方が集まって、施設があると言われるものについて、反対の紹介がありました。それについてどうでしょうか。まあ、これは国会でも申し上げましたが、やっぱりそれだけの人数の方が集まられたということは一番多く受け止めなければならないというふうに思っております。ただ、徳之島そのものについて我々が具体的に政府としてですね、徳之島に移設をするとか、そういったことを決めたわけではありませんので、そういうことは非常にコメントしにくい。それは5月末までにまとまらないという前提の議論ですから、そういう過程にはお答えできません。よくわからないんですけども、県内で沖縄県内で、県外国外というふうに考える方が増えたということと、だから後の質問の部分でよく結びつかないんですが、数字の受け止めをまずお聞きしたいと、今後こういうことがそれを踏まえてどう政策を決めていくかという考え方。数字はそれは一つの調査として結果が出ているわけですから、そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。今後のことはいつも申し上げている通りであります。政府として5月末までに結論のために最大限の努力をしていきたいというふうに考えております。